さあ皆さんこんにちは、名古屋のジェモンです。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は午後から晴れまして、午前中はねかなり雨降ってたんでどうしようかなと思いながら、午後といってももう後半ですが晴れてきたんで取材をしております。まあ編集もね、あの旅の回想してるわけなので意外と嫌いじゃないというか、まあそれは楽しみでやってますけどね。ただまあ1日3本も4本も上げとると、まあだんだん疲れてくるんで、ちょっと気分転換いきたいなっていうのは正直あって、で午後いい塩梅に晴れてきたんで取材に出ております。とりあえず名東区間内走行中、今日はね小春日和という感じですね。まさに家を出た瞬間もね結構あったけえなっていう、寒くねえなっていう感じで、なのでまあ薄着で出ております。先般は薄着すぎて寒かったですが、まあ今日はまあほどほどかな。あんまり暑いのも困るんでね。まあでも今年この23年度2023年12月からこの24年今1月にかけてあったかいよね。とにかく全然寒くないじゃんっていう、だからいつも愛用してるですねユニクロのなんとかジャケットを着て冬寒い日は出るんですけど、それを着る機会が1回2回ぐらいしかなかったかな。1回か実質着たのは。それ筋と耐えられん日はそれ1回ぐらいで、あとはもう全然ですね。むしろあったかすぎてね大丈夫かしらんっていう、本当にこれ今ね12月ですか1月ですかみたいなね、そんな感じですよ。あったかすぎるねまあ今地球温暖化どうのこうのとかね、二酸化炭素を削減せよとかカーボンニュートラルがって言ってますけどね、まあそれはあのいつものヨーロッパ勢のね、もともとは自ら勝手にルールを決めて、まあ、産業育成を図ろうとしている、ね、それの一つの言い訳であるわけですけど、基本的には今寒氷期、大きな氷河期と氷河期の間で何でしたっけ、小氷河期みたいな感じですかね。なのでむしろ二酸化炭素増やしとかないとまずくないっていうね、本当に氷河期になってきた時はね、むしろ温室効果ガスがあった方がいいような気もしないでもないですが、まあその辺は私が生きてる間にどの程度変動するかも分かんないから、まあ仮にそのミニ氷河期が来てたとしても、まあ私はそれを体感することなく多分この世からいなくなるんだろうなと、まあ、そんなに思いながら、まあいずれにしても二酸化炭素、人間が出す二酸化炭素の量は極端に少ないらしいですから、ね、まあ、あんまりあのどうこう言っても影響はないという話だそう で地球の長いね46億年の歴史から見ればちょっとした変動なんてあって当たり前だから、ちょっとしたことを捉えて大騒ぎをしているマスコミを見るたびにね、何言ってんだかって感じでね、そんな感じはしてますけど、まあいずれにしても人間滅びるときは滅びますからね。ただそんなに一気に今日明日ではい地球が滅びますなんてこともないでしょうから、まあまだまだ先は長いと思います。もうほぼ永遠に近いような時間が流れるんでしょうね。まあ少なくとも地球が滅びる前には人間が滅びるんじゃないかなとは思ってますが、ということで名東区間内今ね西に向けて走ってます。久々にちょっと最近ご無沙汰しとったで、梅森住宅を越え、その先の建築現場がどうなっとるかだいぶ進んどりやに聞きましたんでね、ちょっと今日はねそこの確認をメインでいきたいと思います。さあ静寂が訪れる牧野池西交差点です。ここも車多いんだよね、この左奥渋滞のメッカですけど、右で見るとも今やったら車が止まってるんだ、すごいな、ものすごい車の量です。まあいつものことですけどね。さあ信号がやっとこそ変わりまして、国道302号線を横断しております。まあとにかく名古屋市なんといっても200万人都市ですからね、もう230万人もおりますので大都市ですよ。まあ大阪よりはねちょっと少ないけど、まあまあ人口いますからね、どこ行っても車だらけ、まあ人が多いです。でまあ、あの特にこうね動画を見てますと、やたらこう名古屋はね揶揄されるというか、否定されるような動画もねたくさん見かけますが、我が動画はですね、皆さんが名古屋市民の方、名古屋に関わりある方、名古屋が大好きなのはよう分かっとると、口で言わなくてもね皆さんがそう思ってらっしゃることはよく分かっとるという推測のもと、ここを狙えば当たるだろうと思って狙っていった動画です。まさにこれはね、まあ皆さんそうね、俺は名古屋が好きだとね、愛してるぞなんていう人はそういないかもしれないけど、まあ心底ね名古屋一番だと思ってる人は多いと思いますんで、まあそういう郷土愛を狙った動画でございますのでこの前もねちょっとあの嬉しいお褒めの
お褒めのお言葉をね、あのコメントでいただきまして、まあこんな自転車で走り回るのをコンテンツにする、そのコンテンツ力がすごいみたいなことを書かれてね、非常になんか嬉しかったんですけどね。まあ基本線はやっぱり名古屋を外さないってことですよね。うわ、しまった、道間違えた、こっちだった、階段登ろうとしちゃった。はい、基本線は名古屋をメインに取り上げてる、コンテンツとして取り上げてるっていうね、まあ、そこは当然外しません。で、見てらっしゃる方もね、当然そういう方が多いので名古屋は外しませんと。もう大体名古屋外して動画してね、視聴回数伸びないのは明らかですからさあ、牧野池、牧野池着きました。今日はね、まあまあ人いるね、散歩なさってる方がぼちぼちいらっしゃいます。小春日和です、今日はね。本当ね、ちょっと春のような、こうちょっと暖かくなってきて、なんとなく落ち着かないですよね。まあ人間の心ってそういうもんかもしれませんけど、こう冬が過ぎてね、ちょっと暖かくなってくるとね、嬉しい反面ちょっとね、不安もね、こう頭をよぎるっていう、なんとなく春のね、あの落ち着きのなさ、新年度に変わって環境が変わってっていうね、なんとなくあれが落ち着かないでしょ。私もいつも落ち着かなくなります。私の周りもね、ちょっと環境が変わりそうな気がするもんで、ちょっと今落ち着かんなと思っておるところですけどね。まあ果たして何がどうなるやらまだ分かりませんが、まあこの動画については、特にこの名古屋人のための名古屋ガイドは変わることはありませんね。チャンネルの中で変えたら意味ないからね、そんなことは当然ないですけど、まあ当然別のこと、まあ別のことを取り上げると思ったら別のチャンネルするということなので、このチャンネル自体は変わることはありません。はい、ずっとこの調子でやっていくと思います。で、先般ね、そういうあのこれをコンテンツにしたコンテンツ力はすごいみたいなコメントをいただいて、非常にね嬉しかったなと思うんですけどね。確かにあの私の知り合い誰に聞いても、えって言われますよね。これを、これこの動画みたいなね、その時話したのは平張り、平張りっていうね、平部のあたりを走り回るだけなんですけど、それで非常に驚かれた記憶があります。え、これで、ね、動画成立してるんですかみたいなね、そういう話ですよまあ成立しちゃうんですよね。成立させてると言った方が正しいかもしれませんが、なんてことのない日常っていうのがいいんですよね。はい、特に日常だけど日常じゃない人にとって、この、ね、映してる動画は日常じゃなかったり日常じゃなかったりするから、まあそれがいいんですよ。そう、日頃例えば今この映してるところはね、皆さんにとっての別に日常ですっていう人にとってはなんてことはないんですが、かつて日常だったけど今は日常じゃないっていう人はたくさんいらっしゃるんで、まあその方向けてこれを撮ってるっていうところですね。特に最近もね、コメントいただいてます。もう30何年前にどこどこに住んでましたと、なかなか帰るわけにいかないからこの動画をね、非常にありがたく見てますっていうね、ありがたいコメントいただきまして、まさにまさにそうした方を狙ってるところもあるんです。ちゃんとそれはあの想定済みと言ったらあれですけどね、絶対そうしているだろうなと思って、だからこそ今の名古屋を撮ってるわけですね。